リンリン、ハロー、パラレール、リンリンパラレールのリンと、パッちゃんです。はい、ということで本日はパッちゃんをね、ちょっと動画で撮っていこうかなと思って、動画を回しました。パッちゃんはね、こんな感じで、ベタベタの、ベタなれちゃんでございますね。ただね、最近ね、ちょっとこの子気になってることがあって、まあそんなに気にしすぎなくていいんですけど、耳の先端がですね、何の影響かはちょっとわかんないんですけど、乾燥してちょっとカサカサなんですよね。なのでちょっと耳の先端、この子、ポロって取れちゃう可能性があるなぁとは思うんですけれども、ちょっと様子見ながら、まあ湿らせたりとかね、してはあげてるんですけれども、まあ正直、耳の先端がね、ちょっと取れたとか、欠けたぐらいだったら、生活に支障はなくて、見た目的に気になる人がいるかも、くらいな感じなんですけど、私はそこは気にしないで、この子の個性として、捉えるタイプなので、まあ、それはそれでって感じですね。まあ、気になるけどね。まあ、でも、これはこれで、なんか、先割れみたいに、ちょっと可愛いっちゃ可愛いんだけど、痛くはないんだろうね。結構触ってみたりとか、一応様子見たりとかしてるんですけれども、痛くはないので、で、このこともね、私、まあ、動物病院の方、知り合いにいて、その方にも相談しましたけれども、まあ、問題ないでしょうっていう話にはなったので、とりあえず、様子見ます。まあ、病気とかね、なんか、ここから、なんか、病原菌が入ったりとかするようだったら、ちょっと気にしないかなんですけれども、はい、まあ、そんな感じでございます。いいんだよ、そっち行って遊んでも。なんか全然活発に動かないね。ほんと手の腕の上とかでこそっと。他の子今カサ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 動いとるよ。ちょっと他の子見てくるかい？よいしょ。あ、動くとちょっと気になるね。よいしょ。さーてさーて、牛の他の子たち。ギョロとハロくんは、うん、まあ、問題なくてですね。あの宝箱の中に入っているね。見えます？尻尾だけ見えてますね。ちっちゃい宝箱の中に入ってます。あ、うらら出てきた。どうもうらら、こんばんは。また可愛い顔してるね、本当に。え、どうしたの？出てくるの？遊ぶ？あんたも一緒に遊ぶ？珍しいね、あんたがそうやって出てくるの。最近なんか寂しいのか？一緒に遊ぶ？それ以上は出てこないんだね。はるくんは真ん中、ララちゃんはなんか顔出して、そしてファッ、ちゃんがすげえ頑張って登ってきてる。あ、出てきた。かわいいね、それ。それはそれでかわいいね。どうしたの、君。君、若干さ、顔猫っぽいよね。私だけ猫っぽいと思うのは。なんか、こう、なんだろう。誰っぽいんだろう。ちょっとエジプトとかにいそうな猫っぽいよね、感じの顔が。シュッとしてるもんね、ちょっとね。大人になるにつれてシュッとなったね。うん、可愛いからいいんだけど。はい、というところですね。ちょっと。あ、おいで。はい、おいでおいで。はい、来た来た。いいよ、ベッドで遊んでも。遊ばん？ピョンって飛び降りてごらん。手から、手がいいらしいです。降りれるのに手から降りようとしないで。気になってはいるんだね。いや、でも手を登るんだね。あなたあれだね、こうやって見るとその耳のカサカサもちょっと個性的で可愛いわね。
そういう見方をするのはいかがかと思うんだけどさ、それはそれでなんで乾燥しちゃったかな。特にあの暖房とかもつけてうんちされた。うちね、あの温度の設定的には問題ないので、あちょっとうんち落ちちゃう、はい、よいしょ。温度の設定としては問題ないので、あ特に今はまだあのヒーターとかつけてないんですけれども、すくすく育っておりますね君は。どういう状況？かわいいね。これ降りといて。この腕の体勢ちょっと辛いんだよ。わかる？こういう状態なの。わかる？辛い。どこに行くんだい？よいしょ。はい。あ、あの、そこ映んない。ここだと映んない。ほら、はい。まあやっぱ肩登りたいのね。肩登りたいみたいなんで動画この辺にしましょう。ということでね、あのパッちゃんのご様子と他のモモンズの様子をね確認した動画でございます。今日は肩に乗って遊びたいそうです。はい。なのでちょっと肩に乗せてね一緒に遊んでいこうかなと思います。はい、よろしければ、チャンネル登録、高評価、そしてツイッターのフォローなどよろしくお願いいたします。そして、他にもたくさん動画が上がって降りてった上がっておりますので、ぜひともそちらの動画を見ていただけると幸いです。まあ、800本ぐらいあるんですけれども、ぜひともよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ということで以上、リントとはっちゃんでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。